はい、こんにちは。こんにちは。QP5 です。今日は、はしごです。木山町に行って、松田町長とも QP5 しましたし、はい、あ、そうです。あれ、どこ行った？せっかく来たから、これの宣伝も。久々行ったんですよ。そしたら、松田町長が。はい。キングダムですね。キングダム。すごいですね。はい、キングダム。木山町といえば、キングダム。ね。作者もキングダム。そしてなんと今回大口酒造様からキングダムと伊佐錦のコラボ焼酎がこれだけ宣伝したらね送ってくるんじゃないかと思うんですけど、はい、貴重なポスターをいただきまして、これからちょこちょこ宣伝させていただきます。まあ、キングダム大好きなんで ね木山町もこういうパネルがあったりね、はい、そういうフェスタ、ふれあいフェスタ、毎年12月のフェスタでもキングダム展みたいなのもあったりしてです、はい、ぜひ木山町にお越しください、はい、と言っても今ここにいるのは鳥栖市なんですけどね。で、鳥栖市民総合体育館で今日も木曜日、パラリストの中の鳥栖の練習終わりました。はい、はい、あ、どうも、はい、お疲れ様です。6月からねまた復活できまして、はい、で、鳥栖少年柔道も6月から、はい、はい、2日から、2日から、やってます。はい、めっちゃ広いんですけど、まあ、練習はまだそこまで本格化してないという。そうですね、まだ準備体操とか受け身とか、うん、あ、まだもう基礎的なものばっかりで、はい、まあ、難しいですもんね。まだまだこう徐々に徐々にという感じで、まだまだちょっと2ヶ月ぐらいで休んでたんで、もう、まあ、もちろん、基本は何曜日ですか？火水金です。火水金、はい、そして木曜日が充実やってます、はい、だからどれに来てもらっても OK です、はい、でどうですか、生徒募集さんも、というか募集もしないと。そうですね、はい、やっぱちょうどほら3月4月って言ったらね、卒業とかね、はいはい、あれの季節なんで人は減っていくんですけどね、普通それに乗じてまた4月に人が増えてくるのが普通なんですけど、うん、今回のコロナウイルスが ね、はい、学校も一時ね、そうです、休みになって、ね、なかったんで、それでなかなか動きづらかったんですけど、ちょっと今からね頑張らないといけないですね、はい、でなんか辞める子もあ、中学生になるといろんな競技にね目移りして行っちゃったりするんですけどね、まあそれはもうそれで仕方なしで、はい、挑戦して、はい、ダメなら戻ってくればいいし、はい、まあ本当全員で10、今それぐらいですか、12、3人ですか、だけど鳥栖もっと少ないですよ、10、大人入れて10人ぐらいじゃないですか、はい、だから同じぐらいですよで環境はめちゃいいのに、いい、そう、はい、そうなんです、大抵パラ中の中で一番環境がいいのが鳥栖ですよ、はい、宇佐は、宇佐も常設なんですけどちょっとは狭いかな、うん、で中川はねもう10年ぐらいやってますけど、はい、はい、まあそこも狭い方なんで、はい、だから鳥栖でね100人ぐらい増やしたいですけどね、なか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 ですね人がだから大会はね、だからいつも木山町でやってて、鳥栖、はいはい、はもう本当目と鼻の先でめっちゃ近いし、ね、もうちょっとこう盛り上がってもいいのかなと思うんですけど、あんまりまだ佐賀自体がね充実も、ね、柔道はねすごい盛り上がってますよね、うん、下手すると福岡より佐賀とか、ね、うんです、まあ、大分とか、はい、大分はそこまでないのかな、佐賀は多いなっていう、まだ意味で柔道の人気があるなっていう感じはするんですけど、うん、昔に比べるとやっぱちょっと、はあ、そうですね、やっぱ少なくなったんですかね、うん、そうだから、まあ、やっぱり空手とかですね、空手の方がいいんですか、人気があるんですか、人気があるんですマジですか、空手の方が人気あるんですか、だけど笑い話ですけど、うちここ鳥栖市民大会でここ多目的ホールでやってます、一番奥にあるんですよ、体育館が表にあって、裏の方にこういうね柔道場があるんですよね。ただこの前もね、去年も、うん、体験に行きたいって言って兄弟で待ってたんですよ。でその日に来るって言ってたのに来なくて、なかなかです、ね、おかしいなと思って探しに行ったら、柔道と柔術と空手がよく分かってないやっぱお母さんだったんで、なんか覗いたら体育館の顔出して覗いたらそのまま空手着せられて、子供2人が空手の体験させられてたというオチがあって、で自分がそれ探しに行ったらちょうどそこにいて連れ戻してきたというねでそして今柔術の、ね、練習をしているんですけど、一歩間違えれば空手に入ってたという恐ろしいオチがあって、本当はもうそこで止まってるかもわかんないですけどね、だから過去これがこういうことが普通にあったということは今まで結構あったかもしれないですよね、充実のつもりで空手に入ったという
だから、だから空手の方も言わないという、これ充実大使館って言ったらはいとか言ったりして、はい、それあったかもしれないです過去に。そうですよ、うん、だからもう本当案内は常にこうやってこう矢印かなんかでね、はいはい、あの人がでその柔道もそうですよ、そうですやっとかでいかないんですよ、もうあの剣道と柔道やったら絶対違うなって分かるじゃないですか、まあ、空手と分からないですよね大抵、うん、まあ、少林寺とね、空手と、まあ、テコンドーとかも今あるし、うん、初めてする子は絶対分かりませんよ、うん、ああ、こういうもんか、うん、こういうもんかと思ったらね、うんうん、ルールが分からないし、そうなんですよね、だからもう少し区別化をしなきゃ、差別化か、そうですね、うん、しなきゃいけないし、ね、はい、だけどもう6月から始まっちゃったんで、はいはい、もうちょっとこれからまだ頑張って鳥栖も、うん、中川も宇佐も盛り上げていきたいと思います。で、はい、で大会がですね8月23日がちょっとまた延期になっちゃいまして、はい、俺ポスター作ったばっかりだったんですけどね、はい、要項書も作って、はい、だけどもう仕方ないです、うん、だから3度目の正直どころか4度目の4度目っていうのあるんですか、言葉、そういう言葉作らないかんですね、だから大会がですね12月の13日、第2週目、ふれあい木山町のふれあいフェスタとの毎年恒例の12月の大会と、はい、が今年初めの大会で初めての大会で下手すると、ね、最初で最後の2020年の大会の締めになっちゃうので、だけどぜひ実現させたいと思いますので、うん、あの12月23日の方のエントリー始まりましたら、はい、よろしくお願いします、入ってください。で8月以降前のエントリーは全部12月にスライドされますので、はい、あのそのままで結構です、はい、あの成長して体重がね変わってる子供もいるけど、 そこだけは、うん、あの変更がいると思いますので、あの皆さんがあの早く練習に復活できて、あの大会に出れるまでの体調作りができて、そして12月にみんなで会いましょうという、そうですね、感じかな。自分も頑張って、はい、はい、ぜひエントリーしてください。エントリーして、はい、はい、そんな感じで、はい、鳥栖からお待ちしておりました。お待ちしておりましたという感じで、はい、お待ちしておりますので、はい、ぜひ、ぜひ来てください。はい、お願いします。さよなら。